まあ、ピクテさんがやることでなんかこう渋いなっていう感じがして、まあそのテーマ投資とかそういうなんかこうキャッチーなまあものが案外世の中に多い中で、まあこのインカムをしっかり高配当を見て公益株うんぬんグローバルにというのは、やっぱりピクテさんらしいこう長くプライベートバンクやられてきて、そのプライベートバンクの最大のミッションってこう資産を守ることなんだと思うんですけども、お客様の、うん、まあ、そういう、ところからやっぱり出てきている、なんかちゃんと渋い儲けるとか受けるだけではなくてちゃんと資産を守りながら増やしていこうっていう、そういうものを感じて、なんか渋いなっていうふうに思いました。まあ、やっぱり日本の投資家の方っていうのはやっぱりインカムが好きだっていうのはあると思うんですよね。で、あとやっぱり、まあ、ピクテさんすごいいろんな形でこう情報発信とかされてきて、まあ、いろんな形のセミナーとかイベントとかやられて、もう本当に説明されてきてるじゃないですか。金利差 の見方であるとか、萩野社長からいろんなそういうあのマーケット全体の話をされたりとか、いつだったかあのスイスの投資あの運用の責任者の方つない で個人投資家とつないでこうあの我々が入ってなんか話を聞いたりとか、やっぱりそういうこうただ単に商品だけではなくて考え方とかそういう環境とかをちゃんと説明されてきたのが、あのインカムだということに加えてやっぱり支持されたのかなっていうふうには感じます。まあ、15周年というのはやはり一番の、祝福されるべき対象の方っていうのは、まあ、受益者の方なんだと思うんですけど、やっぱり長いファンドっていうのはそれを持たれている方に一番メリットがあると思われるので、まあ、受益者の方々、まあ、それは当社のお客様であったりもするんですけれども、あのおめでとうございますというふうに、思います。でやっぱりファンドは長い方が長く続くものの方が、いいファンドだっていうふうに、まあ、単純に思いますので、まあ、今回15周年ということですけれども、これからまあ20年25年あのいずれ金婚式のようにこうあの目指してですね、あの進まれていくんだと思うんですけれども、そうすると本当にピクテさんらしい素晴らしいファンド、今でもそうだけどもっとなっていくと思いますので、ぜひこれからもあの素晴らしいファンド運用を期待しております。おめでとうございます。